Vlog エピソード1000を目指そうというおっしゃことでございます。はい、素晴らしい。私の数少ない YouTube 友達とご飯を食べるという約束で東京の江古田に来ています。お待たせしました。お待たせしました。どうも。いつも見てます。私も見てます。ギターリストで YouTuber の黒田大輔君です。あ、よろしくお願いします。ここが黒田さんのスタジオです。防音室、防音室です。完全に夜中ここでレコーディングでかい音でやってても大丈夫、大丈夫っていう。ずっとね、あの住みたかったので防音室に。いいよね、ギターがいっぱい。これ矢入り、矢入りで、サイドバックは測らんだ。へダイスキーさんはあの YouTube 毎日撮ってるじゃないですか。毎日やってますね、どうして毎日できるんですかね。目標をもう毎日とにかく1年間はアップするぞっていう風に決めたから、とりあえずやれてる。毎日アップしようって言って、それがこう自分の毎日の日々のことを切り出して動画にしようっていうことでやってるから、そしたらね、毎日ジムに行くのも楽しくなったし、なんか習慣ができたというか、それまでは本当ね、毎日ただ単に過ぎていってしまってたから。なんかね、勝手に親戚のおばちゃんみたいな心境になる。今日も走っとるな、今日もやっとるな、今日もぐちゃぐちゃになって頑張っとるな。なるほど、今日も生きとるかな。そんなに赤裸々なつもりはなかったんだけど、安否確認。なるほど。じゃあこれでさ、あの急に動画途絶えたらさ、あいつ死んだんじゃねえか。大丈夫か、なんかあった、電話するみたいな。365本1年間続けるっていうのを目標にしてましたけども、1000本まで。Vlog エピソード1000を目指そうという、おっしゃことでございます。はい、素晴らしい。もうすいません、酔っ払っちゃってヘロヘロになってしまいました。すいません。YouTube 頑張りましょう。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。はい、ではまた、またさよなら。はい、ちょっと待って、大丈夫か。大丈夫。